沼田典康は、茨城県日立市出身のモーターサイクルロードレースライダー。雨天でのレースに強く、雨の沼田の異名を取った。1988年に SP250 クラスでデビュー。ノービス時代は、ミラージュ関東に席を置き、1990年のスゴ選手権では3クラスでチャンピオンを獲得した。翌年に特別昇格で、国際 A 級ライセンスを得ると、スズキワークスの RGV ガンマ250、開発兼任で全日本ロードレース選手権 250cc クラスにフル参戦を開始した。原田哲也、岡田忠之、青木宣厚ら競合がひしめく中、まだポテンシャルの低かったマシンで苦戦を強いられ、初表彰台に立ったのは1992年第3戦だった。原田らが、ロードレース世界選手権に進出した1993年には第9戦で初優勝するもマシンの性能差や宇川徹の台頭などがありランキング5位で終わる。1994年にはランキング2位、1995年には翌年ロードレース世界選手権参戦が決定していた宇川を退けクラスチャンピオンの栄光を掴んだ。1996年には加藤泰二郎や芳賀健介との争いを制し連覇を成し遂げた。鈴木は1997年からロードレース世界選手権 GP250 での参戦を決定し、アリー・モレナーレーシングのエースライダーとして沼田もフルエントリーされた。サーキットのデータ不足やマシンの性能差は彼を苦しめ、2年で沼田は撤退。1999年、活躍の場を4ストマシンに切り替えた。同年から5年連続で、鈴鹿8時間耐久ロードレースにエントリー。2004年から全日本ロードレース選手権 ST600 クラスにフル参戦し、第3戦では雨の筑波を制して8年ぶりに優勝。後進の育成にも積極的で、ライディングスクールの講師役なども務めていた。2007年9月4日。岡山国際サーキットで練習中にタイヤバリアに衝突、胸などを強く打ち胸部破裂で急逝した。41歳没。シーズン別全日本 GP250。当時、歯に衣着せぬ言動が多かった。宇川のマシンに比べてガンマは遅すぎる。コーナーで抜いてもストレートで置いていかれると語ったが、これは開発ライダーとしてメーカーに奮起を促す。マスコミ操作だったとも言われている。ありがとうございます。